モーリーとひとみの元気もりもりチャンネル。こんにちは。こんにちは。はい、モーリーとひとみの元気もりもりチャンネルです。やっほ、元気元気。はい、モーリーは元気みたいですね。元気だよ。はい、腹話術師のひとみと相棒のモーリーです。よろしく。イエイエイ。はい、さあ今日のモリモリチャンネル、はいはい、今日は旅のお話をしていきたいなと思います。いやー、すごいね。ね、すごいね。今回の旅は、はい、どこに行きましたか？あのね、うん、今回は、はい、岡山県。岡山県ね。うん、岡山県のどこに行ったの？ね、うん、綺麗なとこ。そう、綺麗なとこね。そう、うん、どこ？ね、うん、なんかね、うん、綺麗なとこ。はい、綺麗なとこね。はい、倉敷です。倉敷ね。うん、倉敷の美観地区っていう綺麗なところをね、はい、二人で一日、はい、旅してきました。はいね、すごい楽しかったね。すごい楽しかったね。うん、はい、もう今回はね、うん、モーリー いつもさ、ちょっとリュックにしまう時もあるんだけど、うん、もう今回はずっと持ってましたね。そうだよ、一緒に旅した。うん、一緒に旅したね。うん、そんな岡山の倉敷のお話を今日はしたいと思います。はい、じゃあ今日もお写真をさ、うん、この大きく載せたいなって思うから、うん、ちっちゃくなります。おお、そうなんだ。そうそう、面白いでしょ。うん、じゃあモーリー、ちっちゃくなろうか。よし、それじゃあちっちゃくなるよ。ちっちゃくなった。ちっちゃくなったね。うん、では早速お写真見ていきましょう。はい、こちら、じゃじゃん。おお、まずは倉敷駅の写真です。いやー、いいね。うん、お天気良くて。そう、お天気良かったんだよね。うん、はい、青空が広がってますね。いいね。うん、森も可愛いね。いひひ、それほどでも。はい、いろんな写真撮りました。ようこそ。そう、ようこそも撮ったしね。うん、で早速倉敷の街を、はい、歩いたわけでございます。はいはい。うん、でさ、美観地区までちょっと歩くんだけど、うん、その間にまず行ったお店が、あそこだね。そうだよ。そう、くまちゃんのお店。くまちゃんのね。はい、行きました。じゃん。お、かわいい。そう、くまちゃんの店かわいいよね。うん、事前に調べて、いや、くまちゃんの店行きたいなと思って。そうだよね。うん、行きました。はい、でくまちゃんの店で、はい、注文したものが、おこちら。お、かわいい。かわいいよね。うん。はい、くまちゃんが乗ったジュースを飲みました。いや、いいね。うん、いいね。テンション上がっちゃうね。ほんと。うん、お写真も撮ってね。いいね。いいね。うん、はい、そんな倉敷の旅のスタートでございます。いいスタートだね。お、いいスタートだったよね。うん、休憩して。そう、まず休憩してから、はい、行きました。はい、で早速、うん、倉敷の街を、あ、じゃなくて、え、美観地区に向かったわけです。あ、そうそう。うん、そうです。はい、お写真見ていきましょう。はい、ね、綺麗なところですね。うん、本当に。うん、美観地区ね、すごい綺麗。昔行ったことがあって。え、そうなの？そう、実はね。いい、ずる。モーリーいいじゃん、今回行ったんだから。あ、そっか。うん、また行きたいなって思ってたから、すごい、また行けて嬉しかった。すごい楽しかった。うん、ね、モーリーと行けて嬉しかった。そうでしょ。で、ちょっと今回は二人旅なのでね。はい。うん、二人ね。うん、お写真撮ってくれる人がいなくてさ。そうだね。うん、全部自撮りだから。うん、そうだね。うん、こう常に何、画角が一緒なのよね。ああ、なるほど。そう、両手塞がっちゃうから。そうだね。だからなんか後から写真見た時にさ、うん、全部同じ感じで、うん、背景だけ変わっていく感じで。ああ、そっか。うん、ちょっとそれが面白かったです。うふ、でしょ。はい。はい、
でも景色が綺麗だったから本当にいろんな写真を撮りました。そうだね、うん、あ、白鳥、うん、そう、白鳥さんね、うん、白鳥さんがいるんですよね。うん、可愛かった、うん、初めてでしょ、森、初めて見たね。そうだよね、うん、びっくりしたね。すごい綺麗だった。そうそうそう、白鳥さんも綺麗な白鳥さんでした。うん、あとなんか外国人の方に話しかけられたりしたね。そうそう、うん、森持ってたら面白かったです。はいはいはい、どんどん写真見ていきたいと思います。そうですね、いやー、すごいいい天気。そう、いい天気だったんだよね。うん、あ、ちょっとさ、秋だからね。あ、そうだね、うん、ちょっと葉っぱも色づいてて綺麗でした。綺麗、うん、綺麗あと、皆様お気づきかと思いますが、え、今回のモーリーのお洋服、あ、ちょっとね、かっこいい感じで。かっこいいでしょ。はい、旅してきました。イエイ、そうそう、イエイって感じのね、お洋服で、はい、こんな感じでね、かっこいいな。はい、旅してきました。はい、今回はお帽子、うん、帽子ね、うん、かぶってね、はい、かっこよく横向きにかぶってね、かっこいいでしょ。はい、私は、ベレー帽でちょっぴりお揃い風にして、うん、クラシキのこのクラシックな感じを一応意識しております。いや、いいでしょ、かっこいいでしょ。はい、かっこよかったよ。いいはい、そんな感じです。いや、綺麗だった。うん、それでさ、うん、あ、そう、クラシキに行ったら行きたいところがあって。お、どこ。うん、美術館。あ、そうだったね。そう、美術館綺麗でしたね。大原美術館っていうところにね、とても有名な美術館ですね。うん、行ってきました。はいはい、美術館の中はね、やっぱりお写真は撮れませんので。はい、撮りませんでしたが、はい、モーリーはそのまま持って歩きました。お、なので一緒に楽しんだね。そうなの、いっぱい見たよ、いろんな絵。いろんな絵見ましたね。はい、いや、素敵でした。美術館久しぶりだったからさ。僕初めて。あ、森は初めてだったね、美術館。うん、すごかった。ねえ、すごかったです。もう有名な方の作品がたくさんで。ね、うん、すごかった。はい、そんな感じで、もう芸術を楽しみながら、はい、倉敷の街をまた歩くわけでございます。そうでございます。はい。そんでね、うん、岡山はさ、有名なのが桃太郎ね。あ、桃太郎さん、桃太郎さん。はい、その桃太郎です。はい。きびだんごがたくさんあります。お、はい。なので、きびだんご、お写真撮りました。じゃん。いや、いいね。はい。いいね、この服が合ってるよね。そうだね。うん。きびだんご、いっぱいお店ありました。はい。お土産にもね、買って帰りましたね。そうだね。うん。お団子いいよね。お団子美味しいよね。うん。はい、きび団子。あとなんだろう。あ、デニムね。お、デニム、発祥の地なのかな、多分。多分。デニムストリートがあるのでね。お、はい、お写真撮りました。はい。はい。お写真撮りました。はい。以上です。はい、以上です。はい。可愛かったです。いろんな小物が。そうだね。うん。あ、これもデニムだったじゃん、森。あ、本当だね。これね。うん。あ、これ、森になんかさ、デニムのお洋服買ってあげてもよかったね。え、今更だね。何も思わなかったけど、森これデニムだったね。あら、あら。うん。まあ、ね、行けてよかったね。あ、そうだね。はい、デニムストリートも行きました。そして食べ物ですね。いや、一番楽しいところ。一番なの。そうだよ。はい、まず食べたのは、はい、コロッケ。お、コロッケ。うん。これもさ、調べたのでね、事前に。あ、そうなんですよ。うん。それでね、うん、この金賞コロッケっていう。金賞コロッケ。うん。有名人の方がたくさん食べているコロッケっていうのがあったから、うん、行ってみた。行ってみたよ。うん、美味しかった。美味しかったよ。うん、美味しかった。美味しかった。はい、以上です。以上です。はい。それで、あとは、あ、お昼ご飯ね。あ、お昼ご飯。うん、美味しいおうどんを食べました。いやー、美味しそうだった。これ。
はい、これですね。美味しかった。うん。なんかさ、このピカンチクには真ん中にこう大きな川が流れてるんだけど、うん、その川沿いのお店で食べてきました。素敵だった。ね、なんかお店もいい、なんていうの、古風な感じがね、いいんですよね。いいですね。はい。とっても美味しかった。お店で作ってるうどんなんじゃない？あれ。うん。すごい美味しかったです。よかった。うん。あとお店の人がなんかフレンドリーでよかった。いや、いいね。うん。そんな感じ。うん。そしてお店を出ると、はいはい。あ、日が沈んでまいりました。あら、ほんとだ。日が沈んでまいりました。そうですね。はい。ね、倉敷に行ったら、じゃなくて美観地区に行ったら、うん。船に乗りたいなって思ってたのね。ああ、船ね。そう、その大きな川を船が通ってて、お写真もあると思います。あ、これね。うん。その船が素敵なのよね。そうなのよね。うん。その船に乗りたいなって思ってね、朝乗りに行ったらさ、うん。もうギリギリ最後の夕方の便の残り3組ですってとこだったのね。あ、そうなんだ。うん。朝一気に売り切れちゃうみたいだよ。あ、危なかったね。危なかったよね。うん。見事に、チケット買うことができまして。あ、よかった。よかったよね。うん。それで、夕方、船に乗りに行きました。ちょっとね、お時間もあったので、休憩もしましたね。あ、休憩してる。うん。はい、ちょっと哀愁漂うモーリーをね、ご覧ください。いや、かっこいいね。かっこいいかな。かっこいいよ。そう？うん。はい。そんな感じで、船の時間を待ちながら過ごして、うん。いよいよ、お、船に乗りました。やったー！そうだね。楽しかったね。すごい楽しかった。街の説明とかしながら、うん。お船乗せてくれるんだよね。船頭さんが。そうそう。うん。船の写真はね、なんかあんまりうまく撮れませんでした。あれ？船で自撮り難しいよね。だってさ、近いんだもん。なんか近いじゃんね。あ、そうだね。うん。でも船からしか撮れない背景だと思います。あ、本当だ。はい、そう思ってみて。うん。ちょっとほら、船も入ってるでしょ。あ、ちょっと入ってる。うん、ちょっと入ってる。頑張って撮ったんだよ。いや、すごい楽しかった。お、それはよかったね。うん、いろんなもの見ました、船の上からね。うん、船の上からだと、うん、また違うよね。あ、森すごいこと言うね。え、うん、そうだよね。うん、船乗ってみる景色ってまたちょっと違ったよね。うん、綺麗だった。綺麗だったね。うん、いいね。いいね。風情があって。あ、そうですね。風情があります。知ってた、風情って。あ、知ってます。ちょっと大丈夫？知ってます。はい。です。です。はい。でさ、うん。美観地区は、うん、夜も綺麗なの。あ、そうなんです。うん。まだちょっと日が長い時だったから、ちょっと夜を待って、うん、夜景を楽しんで帰ろうって思って、はい。なので、デザートを食べて一休み。じゃん！お！シャインマスカット。そうなんです。美味しかったです。はい。それで、お外に出ると、お、夜景がね、見れました。綺麗でした。はい、綺麗でした。じゃん。お、綺麗。ねえ。すごく綺麗でした。すごく綺麗でした。はい。で、綺麗な街を見て、はい。駅に戻ったわけでございます。はい。駅に戻って、うん。駅でもう一回お写真撮りましたね。うん。朝と違う方向でお写真撮りました。三角屋根が可愛かったから。あ、可愛い。うん。本当はさ、あそこの前にアンデルセンの広場があるのね。で、そこをもう撮ってもいいかなと思ったけど、疲れたからやめました。え？私は見たことあったから。え、遠くないよ。そうだね。うん。大丈夫、遠くから見たから。あ、そうだっけ。うん、そう。あともう暗かったからさ、お写真撮るにはちょっと。あ、そっか。うん。また行こう。そうだね、また行こうね。うん、はい。そんな感じで倉敷を後にしたわけでございます。はい。で、次の日。次の日ね。うん、お仕事で行ったのでね。はい、お仕事をちゃんとしました。偉い。
でしょ、うん、で帰りに、うん、岡山駅ね、はい、岡山駅で、桃太郎の像と写真を撮りました。あ、そうですよ、それは撮らないとね。でしょ、うん、はい、じゃんじゃじゃん、はい、桃太郎、はい、ちゃんと桃太郎と写真撮って、うん、最後お土産買って、うん、新幹線で食べるおやつを買って、うん、新幹線に乗ったわけでございます。そうです、はい、新幹線でくつろぐ森をご覧ください。いやー、よかったね。うん、ねえ、いろんなもの食べてますね。生きびだんご、いや、美味しそう。美味しそうだね。うん、そしてどら焼き、お、美味しそう。はい、どちらもこの岡山県の名産、岡山県、はい、駅で買いました。はい、うん、あとね、きびだんごのさ、うん、お土産買ったんだけど、うん、なんかサイズがモーリーにぴったりだったから、モーリーと一緒に撮りました。あ、ほんとだ、うふふふふ、はい、でした。うん、それで東京に帰ってきたんだよね。そう、あ、楽しかった。楽しかったね。うん、すごい楽しかった。うん、すごい楽しかったです。今日はそんな岡山の倉敷の旅の思い出をお話ししました。はい、はーい、よかった、よかったね。うん、はい、そして、最後にですね、はい、チャンネル登録者のこの状況をね、あ、恒例のやつをやんないと。あ、そうですね、この間100人でした。すごすごいね。うん、今、うん、100、10、9、いまた増えた。そうなの、すごいね、すごなので、今日は19回のありがとうをしたいと思います。はい、多分今日も数えられないと思うので多くなっちゃうと思うけど、はい、19回いきましょう。はい、心を込めて、うん、じゃあモリーよろしく。 OK、 お友達になってくれてありがとう、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 セキュー、ありがとうね、ありがとう、感謝しています、ありがとう、ありがとう、ありがとう。これで10回かな、多分、うん、あと9回いい？ OK、 ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうね、ありがとう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 ね。はい、あ、ちょっと多めにやっちゃったね。あ、でも多い方がいいよね。多い方がいいよね。うん、です。はい、いつも応援いただいてありがとうございます。ありがとう。TikTok とかね、うん、Instagram も、ちょっと続けてて、うん、コメントたくさんいただいて、うん、本当に嬉しい。うん、嬉しいね。うん、なんかさ、こうよくわかんないんだよね、あんま慣れてないからさ、こう全部返したらいいのかちょっとわかんなくて、うん、わかりませんが、うん、すごく嬉しいです。すごく嬉しいです。はい、ありがとうございます。ありがとう。これからも応援よろしくお願いします。よろしくですね。はい、じゃあ今日ちょっと長くなっちゃったけど、はい、岡山の話はここら辺までといたしまして、はい、はい、はい、また、うん、違う動画をね、いろいろ上げていきたいなと思います。はい、それではまた会いましょう。そうだね、うん、またね、なったでー、バイバーイ。最後まで見てくれてどうもありがとう。僕たちのことを応援してくれるそこの君、チャンネル登録で応援してもらえたらとっても嬉しいです。あとさ、親指のボタンも嬉しいよね。高評価のね、いいねのボタン